ベッドって寝ちゃうよね。あー確かに。リンさんこんばんは、イラウデムというわけで前線に攻め上がってね、今度得点取ってよ。時々ね不安定なプレーするから。そしてタツキさん、ツーブランチでポグマの相方はパサーか潰し屋、どっちがいいですか。どっちもできる選手が一番いいですけどね。でも潰し屋でもなんかやっぱり動き回るタイプだとポグバがバランサーになんなきゃいけないんで、やっぱりねポグバはねボランチで使うんだったら、っていうかボランチで使わない方がいいんですよね。ポグバは 4-2-3-1 だったらトップ下、4-3-3 だったら左右どっちか前目っていう感じで。さあそしてサッカー選手に例える食レポ、1ヶ月に1回ペースでやってくださいというわけでね。だからみんなにぜひね、あの自分でなんかね、あのこの商品いいかなとかこの商品悪いかなとかわかんないんで、今度ねあの食レポやってほしい方は YouTube の方のコメントでこの商品美味しかったんでレオさんも食べてみてくださいっていうのを送ってくれたら買いますね。僕結構人の口コミで映画見たり、好きなっていうか、あのご飯食べ行ったりするの好きなんで、ぜひとも皆さんがねここの商品美味しいですよとか、コンビニで売ってたこれ美味しいですよって言ってくださったらそれやるんで、いいですね。それぜひよろしくお願いします。ペンギンタさん、レオさんってゲーム動画、ニュース動画、分析動画、どれが一番やりがいありますか。またどれが一番再生回数伸びてほしいですか。伸びてほしいのはゲームかな。ゲームがズバ抜けて楽なんでゲームがもうね喋って撮ってやってなんで、サッカーのやつは割合合わないですからね。調べてる時間が長すぎるんで、やりがいがあるのはサッカー動画、やりがいがあるのは分析動画、僕じゃなきゃいけないんで、で伸びてほしいのはゲーム動画かな。ニュース動画の一応コンセプトとしては、ただニュース喋るじゃなくて、そのニュースから予想できることを喋るっていう風に頑張ってるんで、例えばウジョアの移籍金を今日のニュースで言ったら、ウジョアが移籍したがってんのを出してくれない、いやスウォンジーは13億出すって言ってる、それでもレスターが出さなかった、っていうかスウォンジーポストプレイヤージョレンテいるのにウジョアに13億出すのかい、ってことはジョレンテ結構高い金でチェルシーが取りに来てんじゃないの、みたいな話をするのがちょっと僕のニュースなんで、他のねニュースとかを見てても僕のやつは楽しんでいただけるかなとか、ちょっと個人的には思ってるんですよね。結構いろいろ考えながらね。達也さん、レマルやっぱ上手かったですよね、というわけで達也くん勧めてくれたの覚えてて、あの時はエンボロレマルで迷ってエンボロにしたけどね、今になってレマルも欲しくなったから、レマルでトップ下に今のところレナート・サンチェス取れたらいいけど、取れなかったらちょっとね、あのコメント来てたね、ある選手がいて、それを取ろうかなっていうふうに思ってるんで。スーちゃんさん、今日はチャビのお誕生日ですよ。あ、おめでとう。チャビがいないバルサのサッカーはね、チャビを恋しくさせるね。そしてシュンさん、レオさんが FIFA 日に日に上手くなって、これはチャンピオンズリーグ優勝を期待できますというわけで、これね、なんか不思議なことにゲーム動画を撮ってる時の方が僕上手いんですよ。撮ってない時に遊びでやると大体負けちゃうんで、あれ撮ってる時は集中力がすごいんでしょうね。撮ってない時雑なプレイしちゃうんですよね。武藤復帰しましたね。しましたね。あれね、惜しいシュート、あれね決めれてたらって思うけど、今ゴールキーパーの技術でわざと股開けて近づいてって打つ瞬間閉じるみたいなあるんすかね、あれ。さあ続いて最弱の男さん、レオさんも体調崩してるんですね。自分もフットサルから風邪いきました。絶対雪の中でフットサルしたからですよね。ねえ、フットサルから1日2日大丈夫だったんだけど、そっから喉痛めて、だけどね、ちょっとツイッターとかで言うとあれになるし、動画で言うのもあれだから言わなかったら、 YouTube のコメントで風邪気味っていう人来てて、ちょっとびっくりしましたけどね。気づかれるもんなんだみたいな。だ今日直前までやるかどうか迷ってたけど、ちょっとメンタルから来てる部分もあるかなと思って、ちょっとみんなにおめでとうとか言われたら元気になるかなと思って、むしろやっちゃいましたけどね。続いてフレングダチマさん、クライファートの息子はアヤックスでプロデビューしましたよ。あれ顔めっちゃ似てましたね。クライファートな、結構ああいうわがままの親父の方が息子いい人に育ったりするんすかね。雪だるまさん、ケインってアメフトめっちゃ似合うよね、でおなじみ雪だるまです。今来ました1万人おめでとうございます。ありがとうございます。確かにケイン似合うね。ロミオさん、今日の飲み物何ですか。今日の飲み物はあの馬の糞尿ですね。たつきさん、 FIFA はまだフォンテサウサンプトンにいるんですけど、いつ冬の遺跡反映されますか。いやそれはイーエージスポーツの人に聞いてほしいな。高優さん、バイエルンのベンコはトップチームでできますかね。僕見た時はすごくいいウイングだなって思ったんですけど、どうしてもねあそこのウイングバケモン揃いなんで、リベリ、ロッペン、ドグラス、コスタでコマあんま出れないみたいな状況でしょ。でね、ミラーとかもあの辺で使われる可能性もあるし。さあ続いてケイスケさん、ケイヒルの引き取り先がエバートになりそうって本当ですかね。マジで。でもケイヒルね、この間得点決めてたし、相手プレイヤーの頭蓋骨割ってましたけどね。
やっぱセットプレーの時のヘディングとかヘディングの競り合いが単純に強いから、アケとかズマがね使えてクリステンセンもね戻ってきたらちょっと厳しくなるのかもしれませんが、今はケイヒルがねファーストチョイスだと思いますよ。コウキさんこんにちは。ワトフォード、本田長友はどこに行くと思いますか。長友ね、リカルド・ロドリゲス、でも取るとしたら夏だと思うんだよな。 FFP の関係でリバプール来てほしいな。ホンダはメジャーリーグサッカーかな。続いてペンギンタさん、ロナウジーニョ6歳の自分に宛てた手紙のやつ読みましたけど、8歳だったかな、すごく感動しました。幼少期の境遇なんかがプレイスタイルに影響することってあるんですね、というわけでね、それね、ああいう風に言われたらね、ああ言われててね、ガッドゥーゾみたいなボランチになってたら面白いですけどね。バラさん、デウロフェウがミレン移籍決まったみたいですね。ね、もう練習してるらしくて、あのバルサ時代の天才としての扱い引きずってるとか言われますけども、左でウロヘウ右裾とか普通に見てみたいですけどね。続いて西さん、レオさんが監督したら勝ってもあんま褒められずに負けたらめっちゃ地元紙で叩かれそう。え、なんで口悪いからかな。あんまりね自分で口悪いつもりないけど、でもね悪口よりも確信をつく方が人を傷つけるって言いますからね。シュンさん、ジャカはピッチ内外で問題になってますね。過去2シーズンで5回レッド食らって退場とか言われたり、空港で差別発言疑惑で警察沙汰になったりというわけでね、これはね差別発言のは言ってないって言って、チームもね、そんなジャカをね元気づけるためにディナーに誘うっていう記事見まして、ね、これクリックする気にはなれないなって思いましたけどね。全部書いてあんじゃんって思って、ディナー誘ったんでしょと思って、ディナーの種類まで気にならないとね、クリックする気にならないなと思いましたけど。リンさん、ペペ中国リーグ行ったら中国自体楽そうだから、デスラとかしてもニュースにならなそう。ね、みんなし合ってね。続いて、リョウさん、チェルシー行ってセンターバックかウィングバックって補強しないんですかね。まあ、その2つの意味を含めた補強が明けだったんでしょうね。カイトさん、洋次郎が F 東京行ったから今年強すぎるというわけで。まあ、ソウルでのプレー見てないですけどね、一番いい時の広島のプレーとか見たら、やっぱフィジカル強いトップ下でね、やっぱそこにね、大久保いてで、縦のラインあって。石川直弘もまだいるんでしたっけ？石川と大久保とかね、オリンピックでね、共演してて。すごい見てみたいな。高優さん、シャビアロンソの後釜でベラッティの噂出てましたけど、うまくフィットできますか？させるでしょ、アンチェロッティが。ね。あの噂出たのも、シャビアロンソが、ね、引退を発表はしてないですけど、契約延長しないって言ったところから、こう逆算すると、すごく理にかなってますよね。シャビアロンソがいなくなる、じゃあ誰を取るってなって、アンチェロッティ今シーズンね、いい結果。まあ、このままいったら、ね、バイエルンすごく資格なしって感じだから、優勝するだろうし、そしたらご褒美的な、やっぱり監督の権限も大きくなりますから、ベラッティ取ってきてってあるんじゃないですか。ね、それでベラッティがね、バイエルンミュンヘンでも、転がってるボールヘディングしたらいいじゃないですか。ペペは今季で契約満了なので、フリー移籍らしいです。あ、そうなんだ。だったらね、ペペお金欲しいのかな。ペペとか欲しいチームありそうですけれどもね、それこそユナイテッドとかね、ベテランのセンターバック来て、ちょっとね、あの辺に一回ちょっと勝利のメンタリティをね、勝者のメンタリティを叩き込むっていうのはありだと思いますけどね。とか、あ、まあな、バルサ時代のちょっと因縁とかあるけど、シティもいいしね、ちょっとプレミア勢厳しいのかな、身体能力落ちてるってことで。ミランとかもいいっすよね。ちょっとペペどうしてもお金で中国行きたいのかな。ペペは普通にまだ第一線でできると思いますけどね。ケイスケさん、ファビーニョってまだ23なんですね。レオさんがおじさん言うからもっといるかと言ってるかと思いましたってことですかね。ね。あんなにね、FIFA でおじさんっぽい顔にされてて。まだ23なんだね。ちょっとプレイスタイルもちょっとおじさんっぽいしね。アサン、ライカにチェルシーにビッグディールは起こりますかね。起こるんじゃないですかね。前線誰か。カラスコとか取んのかな。っていうかあれだ、ジエゴ・コスタが抜けて僕、ルカク来ると思ってます。ルカクかモラタが来ると思ってますね。続いて、テルさん、3-4-3でチェフ、中澤、ファーディランド、コンノ・ヤット、ジェラード、俊介、本田和樹、クリロナ、ゴン・中山です。坂津くんの話です。一人多くない？ゴンと中山で俺分けちゃったんだ。ね、田中、マルク、ストゥリオで3人にするみたいな。ナイツさんのネタみたいになっちゃいましたけど。続いて、カイさん。レオさんもチャマくんと同じで風俗行くんですか？僕は行かないっすね。ご期待に添えなくて。チャマくんほど稼いでもいないですし。ちょっと、ビジネスでね、性的サービスを受けると僕の場合ね、ちょっと気遣いの性格だからのか、ああ、この子、お金なかったらこういうことしないんだろうなと思って、気持ちが泣いてきちゃうところありますんで。朝、どうやったらラップ上手くなりますか？ああ、わかんないな。どうなんだろう、俺ラップ上手いっていう定義もあんま分かってないしね。こう、ドラムとして、口でやるドラムとして響きが良くても言ってることが薄っぺらかったり入ってこないのは上手いかって言ったらそうじゃないしね。うん。
僕がね、自分でこの曲のラップは誰に聞かせても恥ずかしくないなっていう曲は、ビトっていう曲があって、僕が作った曲。それの2番のラップと、PV になってるやつだと、ローリンっていう曲のラップはいいですね。なんでそれが僕の思うまいラップの基準なんですけれども、うまいかどうかっていうのはまたフリースタイルとね、音源とかで違うしね。フリースタイルで音源みたいにスムーズにやっちゃうと逆に客湧かないみたいな。逆にちょっと人の耳に違和感があって、わざとずらしてお客さん煽る方が勝てたりとかするからね、また違うんだよね。続いて、ともきさん、毎夜2試合連続ドローですけど、今後の試合に影響しますか？キャリック出れない時問題がね、ありますからね。早くブリントをね、アンカーで使って、とりあえず、フェライニを使う意地をね、モーニーノが捨てれるかどうか気がしますね。さあ、続いてペンギンタさん。サッカーとは関係ないですが、ラーメンとカレーこの世からなくなって困るのはどちらですか？まあこれを悩んで答えたところで誰の需要があるんだっていう話なんですけれどね。ここは一つ、ラーメンでお願いします。シュンさん、ラスパルマスはほとんどが下部組織から昇格した選手か、フリーで取った選手がほとんどなので、柴崎が移籍金かけて取ることは珍しいみたいです。あ、確かにね。この間柴崎がね、入るであろうインサイドハーフのポジションの2人も下部組織からの選手だったから。ってことはかなりビッグディールになるんだな、ラスパルマスにとっては。ペンギータさん、レアルから1人バルサに引っ張ってこれるとしたら誰が欲しいですか？誰だろうなぁ。カルバハルかなぁ。右サイドバック。カルバハルかモドリッチ。イエーコメントチャンネル登録よろしくお願いします。下のもっと見るの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ。続いていぶきさん、レオさんは変態ですか？そんな夜もありますね。